トイレやるからちょっと待ってくれる。カメラに隠しするとね、すごい音になっちゃうんだよ。また引っかかっちゃった。
に入っちゃうんだね。毛とかやっぱり。ちっちゃうんだよね。うん、アンズちゃん、アンズちゃん、はい、いい子だ。アンズちゃん、あ、いいね。ご挨拶はできるね。ご挨拶もさ、意外とすぐにできたんだよね。もう、社会性はあったんだろうね、大人だからね。でもさ、ホラちゃんだったわけでさ、うん、来た時までさ、うん、だって、猫同士の挨拶でしょ。でも人間とはさ、なかなかしてくれない。だから、なんていうの、心を許しましたよっていう意思表示が勝手に体から出るでしょ。アンズちゃん、やんないのかな。やるのか。アンズちゃん、アンズちゃん、今度はジャン君来る？ジャン君、おいで。おいで、おいで。ほら、アンズちゃんが喜んじゃうよ。だからね、膝を噛まないでほしいんだ。よく感じるの？なんで？だいぶご飯の時間が遅くなっちゃった。そうだね。アンズちゃん、アンズちゃん、これこっちに置いて。はい、シュン、もう一旦で。アンズちゃんじゃなくて、なんだっけ。
プンちゃん、プンちゃんも遊ぶ、プンちゃん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 は興奮するとそこに入るよね。シュン君、シュン君、あ、コラギいた。プンちゃんも遊ぶ、プンちゃん、あ、怒られた。私が見てたのにってね、ポンちゃん、はい、どうぞポンちゃん、でも早く出ないとね、アンディちゃんとかシオン君早いから。ポンちゃん、うん、来た来た。はい、はい、じゃあこっちに行ってきて、そっか、上からよいしょ、あれ、怒られる。あ、怒られた、怒られた、怒られた。あ、ポンちゃん上行っちゃった。ポンちゃん、はい、アンディちゃん、なんとか今日中に爪を切らないとダメだね。結構また引っかかるね。よいしょ。